はい、ひろやむです。ポケットモンスターパールのライバル実況続きやっていきたいと思います。前回は銀河団のアジトを攻略したんで、次はね、天眼山を攻略していきたいと思います。あ、ヨスガから行かないといけないのね。 OK。こっからやと、こうなっちゃうのね。じゃあ、ヨスガから行きましょう。かな？あ、ここ懐かしいよな。ここで初めて赤城に会ったんだもんな。どう行くんだろう。あの時よりも行けるマップはだいぶ増えてるはず。そう、波乗り使えるんだもんな。あの時、最初に来た時使えなかったもんな、ここで。で、ここロッククライムだね。隠しアイテムなかったね。あ、そうか、ここはもうそもそも初めて行くとこだったもんな。ロッククライム使えないとここ来れないしな。あった。穴抜けの紐はありがたいね。こっち何なんだろう。あー、こっちにしかない、取れないアイテムとかかな。ブロムヘキシン。まあ、努力値上げのアイテムですけど、わざわざここに来てまで取るべき、配置するべきアイテムだったんだろうか。ん？次、どう行くの？あ、隠しアイテムあった。あ、あっちか。で、こっちは、なんかアイテムあったね。岩なだれ、おお、強い。これ、この世代からは、なんだっけ、ストーンエッジとか、強力な岩技出てきたけど、ルビサファの時までは、なんか岩なだれが最強の岩技だったんだよな。どんどん上に上がっていく。あ、なんか銀河団が。まあ戦いましょうかね。いや、気に入らない言われましても。いや、私銀河団じゃないんで。ああ、見つかった。そんな時代は来ない。あ、まあ、自分を客観視できて偉いです。いや、どうにかするんだよ、これから。未来を変えられるんだよ。お、なんか雪が降ってる。これなんかあれだな。白金山。城都の白金山っぽいよな。やっぱなんか意識して作られたんかな。リメイクに際して。あ。金の玉だけだったか。
プレイはもうちょっとしてからしよっかな。これ雪んとこは出てこないからね、野生ポケモンをね。なんかありそうだな、隠しアイテム。ですよね。何も意味もなく、岩ないしな。あ、そんなとこで出てくる？あ、こっちか。いや、素で迷子に なってましたわ。あ、やっぱそうですよね。まあ、ここはちょっと避けれなさそう。まあまあ、戦いましょう、戦いましょう。いや、無理ですよ、そんなの。いや、未来作るやつの声ではなかったぞ。あ、ピッピじゃん。ああ。いや、あなた方負けまくってますけど。まあ、それでもいいんじゃない？まあ、でも、今からでも遅くないと思うぞ。穴抜けの紐多いな。コールドスプレーが欲しいんだけどな。なんかちょうどいいタイミングなのかどうかよくわかりませんが、あ、あっちか。なんか複
複雑だよね。スプレー吸う顔。下でいいのかな、純粋に。こっちなんかあるんかな。ない。あ、ここですか。特になんもなく、避けれなさそうだよね。いやー、そう、ゲームの仕様として、いや、そんなこと言われても、あんたから勝負仕掛けてきたんですよね。まあ当然避けれないと。それはどうかな。なんかうまいこと言ってんのか。その可能性否定。まあ避けれないよね。いいんですけど。いや、ボロボロにされた家帰れないです。いや、どこがやねん。なんか赤木の評価がもう、お、ちょっと回復させよう。さあ行こう。なんちゅうやつらや。あ、マジで1対2なんや。くそ、この野郎。あ、そうなんや。最強の下っ端やん。
あ、は、はい。じゃあ行きますか。あ、幹部2人か。なんだ？あ、そ、なるほど。パルキアを使って、なんか空間を元に戻すみたいなこと？出てくるのか。その、パルキアっていうのは、その、そもそもこの世界、この宇宙とか、もう、あらゆる空間を生み出したポケモンなんですよね。だから、このパルキアを使って、そうそう、この世界自体、その空間そのものを変えてしまおうみたいな壮大な計画だったってことですよね。おー、なんかねじ曲がってる感じがするな。曲がってるねー。ついに計画が成就してしまったか。ガギャー。さあ、そんなことはさせない。なんかあ、ジュン君、ここまで来れたんだ。じゃあ、さっきの下っ端の時に来てくれよ、ジュン君よ。遅えんだよ、来るの。あ、さすがに3対3なんだな。ドーミラー、ドーミラー。どうしようかな。さすがにタイトン浮遊かな。じゃあ、ゴンベの状態は40、レベル40なんや。じゃあポニータに変えますか。あー、鎮痛力打たれちゃったか。加える。ちょっと回復させようかな。まあ、防御だけ、あんま意味ないんだよな。使うの特殊攻撃なんで。まあ、ダイモンちゃんと当ててくれんの偉いな。どうしよっかな。てか、ゴンビが何もしてくれへんねんけど。あ、こっちはワンパンできた。あ、何やろう、乱数なんかな。それとも個体、個体値実数値が違うんかな。
お、動いてくれた。ありがとう。ふにゃっとか。スカタンク。どうしよっかな。このままいっちゃいます。なんかお互いにエース出してきたって感じだな。毒好き。まあですよね。じゃあどうしようかな。これ壁は使おう。進化系使おう。地震。ごめん、ゴンベを巻き込んじゃうけど。あ、でも、これでそもそもやられちゃうのかな？あら、結果的に、地震でよかったわ。ブニャットは等倍で、スカタン、お盆かな？2体ともお盆か。お盆小盆。ヘラクロス。おお、レベル高いな。まあですね、4倍ダメージだもんな。なんか出てすぐ、なんか、でも耐えるんだ。まあ、不一致で、そもそも威力低いしな。普通お願いして。っていうか、サターンさん。こっちのヘラクロスのレベル上がっとるよ。毒好き。あ、耐えた、やった。このヘラクロスを巻き込んでしまっているわ。あ、耐えた。どうだろう。まあ、命の弾を持たせてるんでね。まあ、ここはもう、ムクホークで行きましょう。あ、二体とも、威嚇入るのは、いいね。まだもう電光世界スカタンク倒しちゃおう。よっしゃ。高速移動はいらないかな？あ、二体同時攻撃か。まあ、ヘラクロスはさすがに倒れると。ブイゼル進化してないんだ。なんで一時進化させてないんだよ。じゃあ、空を飛ぶ使いますか？アクアジェットでぶっ飛ばしていく。ヘドロ爆弾。アクアジェットでぶっ飛ばしていく。
じゃあ空を飛ぶ。V ゼロこれで終わるな。あ、ここにいたね。なんでこうなんか進化前ばっかりなんだよ。まあ、こっちレベル低いからあんま一言言えないんだけど。突進。おお、そっちありがとう。よし。よっしゃ、ちゃんと当ててくれる。次は、どうしようかな。ポニータ次第なんだよな。あー、大文字外していく。まあ、電光石火でいいかな。まあ、多分落とせないんだけど、ポニータで決めてくれることを信じて。両方食らうんだよな、やかった。さあ、ポニータ決めてくれよ。突進も命中100じゃなかったよな、確か。90とか、あ、多分90だ、どうだっけ。よーし。あ、ありがとうございます。おう。なんか後ろになんかアイテムあんねんけど。ん？なんだ？ユクシー、アグノム、エムリットが現れて。ん？何が起こった？ん？英語名メスプリットですけど。あ。あ、なるほど。動きを封じ込めたってことか。なるほどね。ドンカラス。あ、闇足使ったんですね。じゃあまあ普通に空を飛ぶでいいかな。そうだよな。ドンカラスって進化前の闇カラスよりも素早さ低いんだよな。差し押さえはあんまり意味がなくて。あ、ここで薬使うの？ケチだな、意外と。さあどうだ。取れるくちばしがどんなが入る。これインファイトでいいかな。等倍だしね。悪飛行だからね。格闘は等倍で入ります。まあ、これはさすがに無駄急所だと思うんですけど。マニューラ。どうしようかな。まあ、一旦引きますか。まあ、下がった能力を元に戻したいっていうのもあるしね。まあなんか赤毛って言ったらマニューラのイメージあるわ。瓦割り半減で、不一致だから、
耐える耐える。じゃあ次どうだろうな。回復使、ああ、いや、回復使ってこないな。お盆でしょ？ってことは、マニューラがエースってことか。辻斬りも半減だけども、残り HP 的に、ですよね。エンペルトしようか。ラスカーあるからね。辻斬りも半減ですからね。あー耐えられるんかい。まあアクアジェット、ギャラドス、うん、どうしようかな。ギガインパクト、あ、マジか。ギャラドスが一番厄介かもしれない。アクアテール、素早さこっちが勝ってんのな。氷の牙とか使えるんかーい。どうだろう、耐えるかなー。あ、耐えた。まあやっぱ威嚇入ってんのでかいんかなー。でも、氷の剣は命中100じゃないからな。95とかやからな。これ、次落ちるか微妙だな。あ、落ちた。よし。ロバットは、エンベートかな？まあ、毒無効で、飛行が半減なんで、あ、それはどうもありがとうございます。いや、そらひるむなよ。よし、これはいけたやろ。ひるむなよ、わかるな。よっしゃ、どうなの、ギリ激流入ってんのかなこれ。負けるかもだとって、そんな言葉遣いするキャラじゃないやん。どうだろう、動いてくれ。よっしゃ、これで終わったやろ。これで倒せるやろ。よし、よっしゃ。いやでもね、
ユクシーアグノムエムリットを放置しちゃったのはミスだと思う。できるかな？ああ、博士たちか。おう。しょ。かぎょう。あ、話しかけちゃった。あー、くそ。ウクホーク。あ、そうなんだよな。いや、ミスったな。ちょっとセーブするつもりやったんやけど。まだクイックボール。まあ、ですよね。原子の力が使ってくるのか。まあ、無駄吸収だと思うんですけど、あー、ちょっと回復させたかったんけどな。還元だけど、あ、空切断専用技だね。しびれごな。どうだろう、ドラゴンクローが。まあ、ですよね。あ、ちょっとこれ無理だな。これちょっとあんまりちょっと不本意なんですけど、まあ、ちょっとマスターボール使います。あ、赤木さんからまたマスターボール使います。はい。いや、ちょっとし、パルキアとか回復せずに戦闘になるとは思わなかったんで、これちょっと申し訳ない。しゃ。お、おう。そう、そう、せやな。はい、じゃあ、今回ここで終わりにしようかなと思います。じゃあ、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは。